にちは、こんばんは。梅チャンネルの梅です。よろしくお願いします。ちょっと激しく手が震えててすみません。ちょっと手を添えてみました。今から足の角質ケアをしたいと思います。ヒカキンさんがやってたやつね。もうだいぶ荒れたんでいいと思います。今の荒れ具合は荒れてます。白くなってますね。線がこういっぱい入って、ちょっと真ん中の方までそんな線が入った感じになってます。ちょっと映せない。よいしょ。こっちもこんな感じで、ちょっと見にくいですけど、荒れてるの分かりますでしょうか。よいしょ。さて、それに使うわ。ちょっとこれ映像を撮れてるかわからないんですけど、賭けでやってます。削らない角質ケア、ボディフットですね。27センチまでの M サイズ、1000ちょっとだったと思いますね。はい、これをちょっとね、通販で頼んだんで中身出して平べったくなってやってきたんですけど、こんな感じで、やり方が書いてあります。パッチテストはしてないです。わあ、この何のなってみたい。シールパッチテスト用ので、アンケートで、本体はこっちに入ってるのかな。開けてみましょうか。ちょっともうズボンめくり上げてます。パジャマのズボンをこんな風に入ってました。折りたたみになって、こうですね、足の形になんか入ってるのが、ゼリーじゃないけどゲル状のものが入ってるのがわかります。取ります。切りに行ってる間に丸がか、ふわふわしねえけど。ほんで履く、清潔な状態で履く。取れてるかな。ほんでシールを貼るんですね。はい、こんな状態で、よいしょ。履くの取るのむずい。お、履けました。一足で、もう一つ、ちょっと片手でやんの大変です。よいしょ、来ました。あとはちょっとテープで貼りますね。貼れました。むにゅむにゅしてます。一番真ん中を先貼って、先足首で貼る方がいい感じがします。これで1時間待ちます。1時間ということで、結果はまた別の時間に、別の時間にというか、また別の動画でお会いしましょう。ではさようなら。